川崎市にはたくさんの猫が暮らしています。小さい猫に大きい猫、毛の長い猫に短い猫、そして家の中で暮らす飼い猫に、外で暮らす野良猫、また川崎市にはたくさんの人が暮らしています。猫を可愛がり猫に癒されている人もたくさんいますが、猫の被害に困っている人もたくさんいます。川崎市には年間約2000件もの猫の苦情が寄せられています。これは他の動物に比べて飛び抜けて多い数です。また苦情の多くは外で暮らす猫が原因です。野良猫被害に困っている人も、猫を助けたくて餌をあげている人も、地域にいる野良猫を減らしたいという気持ちは同じです。野良猫問題を解決する方法として地域猫活動が注目されています。地域猫活動とは、地域の野良猫による糞や鳴き声などの問題を解決するため、地域の方々の理解のもと、猫の不妊去勢手術やルールに沿った餌の管理など、適正に猫を管理していく活動のことです。今以上に猫を増やさず、猫による被害を減らすことで、地域の生活環境をより良くし、暮らしやすい地域づくりにつなげることを目的とします。地域猫活動を進めるには、地域猫活動の具体的な進め方やその目的について、回覧板やチラシ配布などで地域の方々にお知らせします。また活動状況についても定期的にお知らせします。活動する地域のすべての野良猫に不妊去勢手術をします。手術後は手術済みの印として耳先を少しカットして元の場所に戻します。猫への正しい餌やりのルールを守ります。餌の置きっぱなしはしません。猫用のトイレの設置などにより糞尿の被害を少しでも減らすようにします。地域猫活動では地域で問題意識を共有し、猫をきちんと管理して被害を減らしていきます。また地域で猫を管理する方、地域住民の方、行政の三者共同で活動を進めていきます。そして生活環境をより良くし、暮らしやすい地域を目指します。川崎市では地域猫活動をさらに推進するため、地域猫活動サポーター登録制度を導入しました。地域猫活動サポーターへの支援内容を紹介します。サポーター登録した方にサポーター証を交付します。サポーターはサポーター証を携帯して地域猫活動をします。サポーター証は活動の公共性の証であり、地域の理解・活動の継続に役立ちます。野良猫の手術費用をオス4000円、メス6000円を上限に補助します。手術頭数に制限はありません。補助を受けるには市が指定した協力動物病院で手術し、区役所に申請します。サポーターが管理する猫を無料で手術することができます。動物愛護センターの野良猫手術室で市職員が手術します。猫の捕獲や動物愛護センターまでの搬送等はサポーターが行います。猫の捕獲用ケージについて期間を定めて無料で貸し出します。使い方がわからない方のためのマニュアルもあります。また
市職員が使用方法をレクチャーすることもできます。その他にもサポーター連絡会議の開催や地域への広報用のチラシの印刷等の支援をします。地域猫活動に興味がある方、地域猫活動サポーターに登録を考えている方、各区役所衛生課までお問い合わせください。